経済政策提案、貧富格差の解消と分配構造の改善、成長と分配の好循環形成。貧富の格差は、長い間私たちの社会の主要な問題として存在してきました1997年の IMF 経済危機を契機に、この格差はさらに深刻化し、時に係数は持続的に上昇し、中産階級は縮小し、貧困層の負債は増加し、 社会は二極化していますこれを解決するためには分配構造の改善が不可欠です第一に経済成長は必ず分配とともに進まなければなりません分配の内成長は持続可能ではなく南米の国々の例からもわかるように貧富の格差が拡大すれば社会的対立が生じ経済政策が歪むことになりますこれは短期的な成果を強調する戦略が長期的な持続可能性を保障しないことを示しています 第2に IMF の報告によれば分配が公平な社会ほど経済成長の速度が速くなります所得不平等が深刻化すると経済成長が鈍化し拡大局面が短くなる傾向があることが研究によって裏付けられています第3に IMF は最近富の再分配が経済成長に悪影響を与えないという新たな視点を示しました過去には 再分配政策が成長に対して否定的な影響を及ぼすのではないかという懸念がありましたが、現在の研究は、こうした政策がむしろ迅速かつ持続可能な成長を促進する可能性があることを示しています。結論として、成長と分配は相互に補完し合う関係にあります成長は分配の機会を拡大し、分配を通じて不平等を緩和することで、経済成長をより安定的に実現します今こそ、 成長と分配の好循環を作り出すために、分配構造を改善する政策を積極的に導入すべきです貧富の格差を解消するための努力は、私たちの社会の持続可能な発展に向けた必修の課題です。ありがとうございました。